こんにちは、速稼塾の久保です。私ね、いつもね、散歩、朝の涼しい時間の散歩の時にこのワイヤレスイヤホンをねつけてるんですよ。このワイヤレスイヤホンすごくよくって、まあもう詳しくは言いませんけども、むちゃくちゃいいです。しかも安いんですよ。定価で1万2000円ぐらいだったのが2000か3000ぐらいになってたんでね、それで買ったんですけども、いや、これはね、1万2000円出しても惜しくないなと思いましたよ。でも新製品が出てくるとこういったもんでも安くなるんですよね。で、今回はね、イヤホンではなくって、今度は自分の世界にもっと没頭したい時にこのヘッドホンなんですけども、これをね買ってみたんですよ。で、今までこのヘッドホン類を私敬遠したのは、何を買ってもね、頭にはまんなかったんですよ。ですんで、ちょっとね、5万とか10万出して頭にはまんないっていうのも冴えないですから躊躇してたんですけども、今回ね、6000円ぐらいのこのヘッドホンです。すごくね、 YouTuber さんが絶賛してるのが出てたんで、このアンカーっていうね、まさにアンカーなんですけども、これをちょっとね買ってみました。内容はね、こんな感じになっていて、まあいつもの感じなんですよね。で、肝心なのはこのケースもいいんですけども、ヘッドホンが頭にはまるかっていう問題なんですよ。私の頭本当にでかいですからね、警備してる時に、警備のバイトしてる時に58センチの帽子じゃはまんなくって、もっと大きい特注の62センチってやつでやっとはまったんですよ。で、スクーター乗ってもヘルメットがあるじゃないですか。フルフェイスのヘルメットって大抵頭にはまんないんで、 LL とか規格外のサイズをちょっと高い値段出して、ね、買わないといけないんですよね。そのぐらい頭でかいんですけども、今回このヘッドホンなんですけども、ジャッと伸びるんですよ、両側。だから頭にはまるんじゃないかなと思ってます。これはね、当たるも発見で買ってみたんですよ。YouTuber さんが頭のデカさとヘッドホンのこのね、伸びる、なんていうんですかね、この許容量を全然ね、やってくれてなかったんで、私が多分初めてだと思います。私のこのでかい頭ではまれば誰にでもはまります。いや、大丈夫です。頭がでかくてお悩みの方、大丈夫です。頭のサイズ62センチの私でもぴったりフィット、大丈夫大丈夫、自信を持って買ってください。ハイブリッド ANC ってやつですよね。このアンカーの、なんていうんですか、ライフ Q30 ってやつです。すごいな。じゃあ早速充電して音聞いてみたいと思いますけども、まあそのね、音のレビューは他の YouTuber さん結構やってますんで文句ないと思います。で、私の感想から言うとですね、これね、一昔前は5万10万のものでしたよ。そのぐらいのクオリティと、まあデザイン感ですね。でも今はこれが6000円ぐらいで買えちゃうというね。これね、悩むより前に買った方がいいです。で、 Bluetooth ですから紐が全然ないんですよ。充電の時にあるだけでも、ワイヤレスじゃなくて楽しめるものもあるのかな。多分有線でも楽しめると思うんですよ。で、ワイヤレスでももちろん楽しめるんで、こうやってスマートフォンとね連動させて Bluetooth でこうやって聞くってこともできますから、さらに没頭したい時には本当にいいと思います。で、ノイズキャンセリングちゃんとついてますし、あと外部音の取り込みもあるんで、外の音を聞きながら音楽聴きたい人でも OK、 外の音をシャットアウトして音楽だけ聴きたい人、もう本当にね、自分の世界に入りたい人にもおすすめでございます。ただ歩きながらこれするのは危険なんでやめてくださいね。はい、では今日は以上です。